アイランドは2005年のアメリカ映画である、マイケル・ベイ監督の SF アクション、ワーナー・ブラザースとドリームワークスの共同制作、2019年、地球の大気は汚染され、生き残った人々は徹底管理の行き届いたハイテクなコロニーで暮らしていた。ここに暮らすすべての住人の夢は、唯一汚染を免れた自然豊かな、美しい島、アイランドに移住すること。しかし、 誰でもアイランドへ行けるわけではなく、コロニーでは毎日抽選が行われ、運よく当選した人物だけが、アイランド行きを許されるのだった。主人公リンカーンもコロニーに暮らす一人であり、そして今日もまた抽選に外れては肩を落としていた。コロニーでの暮らしは安全かつ快適だが、花会は汚染されているため外には出られず、唯一の楽しみは施設内の女性胸に住むジョーダンと、 時折会話を交わすことだけ。リンカーンは、コロニーでのそんな生活に退屈し始めていた。ある日リンカーンは、たまたま換気口から侵入してきたがを発見し、外の空気は汚染されているはずではなかったかという疑問を抱く。そして、部屋を抜け出して、こっそりコロニーを探索した、彼は、恐るべきものを目撃してしまう。それは、数日前に当選して、 アイランドへ行ったはずの男が臓器を摘出され、また代理出産に選ばれた女性が出産後に、虐殺されてしまう姿だった。リンカーンは、危険を察知し、アイランド行きに選ばれたばかりの冗談を連れて、施設から脱走する。地上に出た彼らが目にしたのは、汚染とはほど遠い、澄み切った青空と広がる大地だった。二人は、コロニーで友人になった技術者のマッコードを探し出し、 施設が隠している秘密を話すよう迫る。そして自分たちが保険会社のクライアントに増応機や代理母を提供するためのクローンでしかないこと、彼らの幼い時の記憶でさえもプログラムで鉄造されたものなのだということを知らされる。その後、マッコードの協力も得て、初めての破壊に戸惑いつつも手に手を取って逃亡を図るリンカーンと冗談。 しかしコロニーの機密を知ってしまった彼らには、すでに追っ手がかかっており、容赦なく二人を排除しようとしていた。カッコ内は日本語吹き替えワーナーホームビデオより、ブルーレイディスク、DVD、UMD の3フォーマットでリリース。ありがとうございます。